皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の、20日目20日目です。では問題を見ていきましょう。括弧1、 A の身長は B よりマイナス3センチ低く、 B の身長は162センチメートルです。A の身長は何センチメートルでしょう、こういう問題ですね。気をつけなくてはいけないのは、 A の身長は B よりマイナス3センチメートル低くとあるんですけれど、これを普通の言い方に直すと、 A は B より、これプラスに直すとプラス3センチメートル高い、こうなりますよね。ですから A は B より身長が高いんですよね。3センチメートル高いというので、162+3、165センチメートル、 A の身長は165センチメートルとこのように出てきますね。では次に行きます。括弧に次の計算をしましょう。1、プラス2分の1足すプラス4分の1正の数同士の足し算ですね。この場合分数なので、まず通分して分母を揃えます。2分の1はプラス4分の2足すプラス4分の1、こうなりますね。共通している符号はプラスなので、答えにはプラスの符号をつけて数字同士絶対値を足し算します。4分の2足す4分の1は4分の3ですから、答えはプラス4分の3こうなります。2、マイナス3分の1足すプラス2分の1、異符号同士の足し算ね。まずこれも分数なので通分して分法を揃えます。マイナス3分の1はマイナス6分の2ですね。プラス2分の1はプラス6分の3とこうなります。答えには絶対値の大きい方の符号がつきますね。マイナス6分の2とプラス6分の3ですから、正の方の数が大きいので、答えにはプラスの符号をつけて絶対値は引き算します。6分の3引く6分の2で6分の1となって、答えはプラス6分の1このように出てきます。括弧3番、次の計算をしましょう。1、プラス7足すマイナス6足すマイナス12足すプラス3と、正の数、負の数ね、4つある足し算ですけれど、こちらは、交換法則を使って計算しやすく並び替えましょう。まず正の数を前に持ってきて、プラス7足すプラス3、その後ろに負の数を持ってきてプラスマイナス6足すマイナス12、こうなりますね。正の数、7と3ですね。プラス7とプラス3ですからプラス10足す負の数はマイナス6とマイナス12ですからマイナス18となります。異符号同士の足し算になりました。絶対値の大きい方の符号が答えにつきます。絶対値が大きい方はマイナス18ですから、負の符号のマイナスを前につけて数字を引き算、絶対値を引き算ですね。18-10で8ですから、答えはマイナス8と、こうなるんですね。括弧4番、次の計算をしましょうと、こういう問題です。1、プラス2引くマイナス3と、正の数と負の数の引き算、これはまずこの引き算を足し算に変えます。つまりプラス2足す、ここの部分が足すになると後ろのこの数の符号が変わってプラス3、
こうなりますね。正の数同士の足し算ですから、正の部分が答えについてプラス絶対値足した2足す3で5、答えはプラス5、こう出てきます。丸2番、プラス1引くプラス4、これも引き算ですから足し算に直します。プラス1足す、ここの部分が足すに変わるとこの後ろの数の符号が変わってプラス4がマイナス4になりますね。これ正の数と負の数の足し算ですね。絶対値の大きい方の符号が答えにつくので、このマイナスが前について絶対値は引き算4引く1となって3ですから、答えマイナス3、こうなります。括弧5番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス3引くプラス16足すプラス7と、ね、正の数負の数の引き算と足し算が混じった計算です。ここでは引き算を上と同じように足し算に直して計算していきます。ですからマイナス3足す、ここが足すに変わるとここの部分の符号が変わってマイナス16足すプラス7と、こうなりますね。この負の数同士先に計算するとマイナス3とマイナス16ですから、マイナスの3足す16で19となって足すプラス7と、こうなります。負の数と正の数の足し算、ちょっと下に行くと、見えなくなっちゃうので後ろに続けます。絶対値の大きい方の符号をつけます。マイナス19の方が絶対値が大きいので答えには負の符号のマイナスをつけて、数字同士絶対値を引き算すると19引く7で12となるので、答えはマイナス12と、このように出るわけです。よろしいでしょうか。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。